はい、えー、それでは始めます。みなさんこんにちは。えー、どっちを選ぶプレミアムオア再チャレンジということですね。ガイダンスを始めます。担当レック専任講師、林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、まあ卓球試験のガイダンスなんですけども、お手元にですね、レジメをお配りしていると思うんですが、まあこんな感じで、えっと B4 の中閉じっていうのかな、あの えー、合計四ページの、まあ、紙ピレですね。えー、まあ PDF でダウンロードできる環境になっていらっしゃる方は一応ちょっとあのダウンロードしておいていただければと思います。で、あとですね、あのこういったカラーズリのパンフレットをお持ちの方は。 ちょっとこちらもご覧いいただければと思いますもしお持ちじゃなければ構いませんけども割と分かりやすく書いてあると思いますんで、えーとまあ、郵送で請求できたりとかねあるいはレックの窓口に行けばもちろん置いてありますし卓球、えーまあ、試験の何て言いますかあの講座を検討されている方は是非パンフレットを手元に、えー、入手しておいてください。えー、このカラーズリのパンフレットなんですけれども いろいろとね、まあ、パラパラめくっていただきますといろいろあるんですけども、まあ、お手元にない方は画面をご覧頂ければいいんですけど、えー、まあ少し進みまして、まあ、8ページを今開けようとしてるんですけど、えー、2019年、えー、合格目標でコースラインナップということでいろんなコースがあるんですね。宅建試験の、えー、その講座の、えー、ラインナップがたくさんんあるんですよで まあこの小学者向けのものからね学習経験者向けのものとかあとは直前期の講座ですねこういった一番下の方にあるのは回数少ないですよね。回数少ないやつはあの夏の,その直前期になってでガーッと詰め込む感じの講座になります。でまあ一般論としまして卓研の講座を選ばれる時で、ね、その講義の回数が多い方が えー、勉強は楽です。当たり前のことなんだけど、えー、講座が少ない方が自分の勉強が大事になってきますんで、えー、自分がより勉強時間は多く取る必要があってよ、よりきついです。当たり前ですよね。で、予備校の講義が長ければ長いほど、まあ、自分のなて言いますかね勉、えー、勉強時間が多少少なくて済むとか、まあ、いうそんな大雑把なイメージを持ってください。あの。 全然考えてもも意味がないのかもしれませんけどよくね思うことがありましてもし自分の僕なんかね卓の講師ずっとやってますよね。でねこれが例えば小学校とか中学校の授業みたいに朝からねずっと,、えー、とお昼休憩抜いて、まあ、午後まで1日丸1日講義があるとするじゃないですか。ね、でそれを、えー、と月火水木金と毎日毎日学校に来てもらって。 朝から晩まで卓見の勉強をしてです、ね、で宿題を出してねあの明日まで勉強してこいとか言ってですねでやるとするじゃないですかそうしたらですねまあほとんどの人は受かるはずです、えー、もうほとんど宿題をやってくるだけで学校の勉強で受かっちゃうと思いますまあそんなこと言ってもしょうがないんだけどねもしそういうことができるんだったら大抵の人は受からせることができるなっていうふうにまあ僕なんか思うんですよね。 それがで、えーまあ、できなないいじゃないですか一般の方はね仕事も忙しいし、えー、家庭のこともあるだろうし学校も忙しいとかねあったりしてでそんなに勉強時間取れないでまさか毎日毎日日学校な行けけけるわけがないわがいですねだからなるべく短いコンパクトな講座の方が時間も少ないしお金も安いからだからそういったところで、えー、短いコンパクトな講座が人気があります。ですね、でそれは 今言ったみたみいに、小学校中学校みたいに朝から晩までずっと講義やるずっと授業があるというものとは全く逆になりますんで今度は自分の努力が、えー、がより比重が大きいっていいとうううか、そういうことになりりまます。す、まあ、理屈わかりますよね。なので、まあ、時間的に余裕があるんであればあの、まあ、夏から勉強する人はねこういうことしかありませんからこういう頑張ってやるしかないんだけども、まあ、そうじゃなければ割と回数が多い。 こういったボリュームのある講座なんだけども、その代わり、えー、楽ですね。あのたくさん講義あるから、えっと講義を受けるだけだってすごく大変ではあるんだけども、でも自分でガツガツ勉強する、えー、苦労を考えれば、まあ楽なんじゃないかと思います。で、えー、まあこのプレミアム合格フルコースって一番上にありますけども、まあこれがレックのメインの講座になります。まあメインっていうかですね、あのレックの卓見の講座の中核になる講座は。 えー、スーパー合格講座という講座なんですねで、まあ、ここにもねスーパー合格講座ってありますけどもこのスーパー合格講座っていうのが、まあ、知識の入力の講座でインプット講座です、えー、例えばこれ10ページ見てますけどもプレミアム合格フルコースにもスーパー合格講座がついてますしパーフェクトにもスーパー合格講座ついてますしこういったスーパー合格講座っていうのがいっぱいついてるんですね大体ついてますねスーパー合格講座 で再チャレンジ合格コースにもスーパー合格講座がついてます。でこのスーパー合格講座というのが、えーまあ、レックの卓見の中核となる講座だと思ってください。知、えー、知識識のののインプット知識の入力の講座になりますで極端な話をしますと昔ね昔、まあ、僕なんかが卓見の講義とかやるもっとずっと前の話なんだけども。 スーパー合格講座と模擬試験も試ってありますねそれだけでえっ、ー、と講座が完結したと聞いてます昔はですねだからスーパー合格講座を受けてそして模擬試験を受けるそれでみんな受かったんですねで今でもスーパー合格講座の中身は変わってないですえ基礎をしっかり固める講座になりますなのでえとても大事な講座になりますでこのスーパー合格講座みんなついてるんだけども 再チャレンジの合格フルコースにもスーパー合格講座がついていますがついていない講座もあるんですねサイチャレンジってスーパー合格講座がついてる講座とついていない講座があるんですがもうついていない講座はいきなり応用から入る感じなので、えー、よほど力がないと、うん、消化不良を起こすと思いますえある程度力があってもえっとこっちのスーパー合格講座がついてる方をスタンダードで考えてほしいですよろしいでしょうか でまあ、あのレジュメに戻りますけども、えーまあ、あの2018年の達見試験ですねどうでしょうかね割と点数が受講生さんの話を聞くと割と点数が高いご報告が、まあ、多かったんですね。なので、まあ蓋を開けてみると合格点高かったですね37点なので。 まあえっと初めてじゃないですかね、三十六点が今までは最高でしたから三十七点になるのはねあのまあ初めてなので一応高い点数ですよねでえー、じゃあ、うんと優しかったかというと別に優しくはないですよあのちゃんとした本質を聞くいい問題が出てましたでまあこれもちょっと手前味噌の感じがしますけども予備校で、えー、しっかりときちきちっと基礎から 勉強してきた方にとって有利な試験だった気がします。でなくて、例えばほとんどの方は独学が多いので宅建試験はですね。で、本屋さんとかで過去問を買ってきてで、過去問をパラパラ、パラパラとまあ、繰り返して過去問をね。とにかく5回も6回も繰り返してで、それで受かっちゃうという人はまあ、世の中にはいっぱいいるんだけども、そういう人にとって、えー、若干方向的にはきつくなってきてます。 あの本質を聞いてくる問題が増えてきてます。で過去問をただ繰り返しているだけでは本質はわからないと思います。なのでま独、あ、学でもねしっかりとテキストを読み込んで、でしっかりと過去問を分析して、でテキストと問題集、テキストと過去問を一生懸命行ったり来たりしっかりとこなしてきた方はもちろんあの底力がありますから、えー、もちろん受かると思いますよ。 でもそうじゃなくてなんかよいろいろよく「ちゃちゃっと達犬なんて過去問回しは受かるんだ」とか言ってねで、まあ、過去問くるくるくる回転させてでやっつけ仕事であの受かろうと思ってもだだんだん受かりにくくなっていると思いますね、まあ。一昔前はそん,なそんな合格者ばかりだったんだけどもうここ10年ぐらいはえそういったこと 形で受かるる人がだいいぶ減っってててきているという印象を持っています特に2018年の問題はもうそういった傾向が少しね僕らから見ると顕著な気がしますのでまあ皆さんみたいに予備校を使って、えっと、講座を検討されている方にとっては有利じゃないかというふうにまあ思います。はい、でまあこの基本的にはですね講座を、まあ、プレミアムという講座と再チャレンジの講座の違いがわからないっていうか 自分はどっちを受ければいいんだろうということで迷う方がまあ多いんだというふうにレックの各本校の窓口で受講生さんが悩んでるという声をよく聞くのででまあえと私はどちらも一応講座担当してますのでどちらも分かるのでなのでまあその辺の違いを説明しようと。がこのガイダンスの趣旨なんですね。平たく言えば プレミアム合格フルコースというのはまあませあ初学者,学者勉強をこれから始める人が対象だと考えて構いません。で再チャレンジっていうぐらいですからねあの当然学習経験者ですね、まあ、受験経験者を対象にしている。 と考えてて、いいただいてまあ構わないです。なので、まあ、僕が再チャレンジの講座をね、えー、2017年とか2018年とか講座やってましてでどうしてあなたは再チャレンジの講座を受講するって決めたんですかとかねたまになんか世間話とかするじゃないですか、まあ、するんですよあの休憩時間とかね。そうすると「いや自分はあの再チャレンジだからだからこの講座がいいと思いました」とかね <laughs> そんな感じで。 あの適当にって言っておったらまあ人だけどもまあ再チャレンジだから自分はこれなんじゃないっていう感じで受けてる人が多かったですでそれで全然構わないと思います全然構わないんですがじゃあプレミアムの方は再チャレンジの人は駄目なのかっていうと全然そんなことはなくてプレミアムを再受講して、ね、1年目惜しくも不合格になってしまってで2年目にリベンジを果たした。 で同じくプレミアムの講座をもう一回受けてで受かりましたっていう人はいくらでもいるんですね。なのでどっちがいいいいいととかか悪う話ででではないんですよでまあアドバイスとしてはですねなるべくだったら、えー、そうですねあの自分の敗因をねなぜ2018年に思ったほどの成果が出なかったのかというまず敗因を分析するんですね。で まあ範囲を考えると言ってるんですけども、まあ、いろんな理由はあると思うんですけども、まあ、考えつくのは、えー、勉強時間足りなかっったよっていうのが一番ですね、えーまあ、努力足りなかったんだからだから、まあ、2019年はちゃんと努力するから頑張るよっていう人であればはっきり言ってで、えー、でもいいですあの何でもいいっていうか講座は別に定評がある。 講座だったら別に何でもいいと思います。あのプレミアムだろうが再チャレンジだろうがね、え自分の弱点がまあ、自分の範囲がね勉強不足であるってことはいや次は頑張るからちゃんと勉強するからっていう気持ちがあるんであればえそれは別に講座によって左右されないと思いますんでどちらでもいいです。まあ、そうですねできれば通学クラスに通えたらいいと思います。あのなぜ通学クラスを押すかと言いますと。 講師が目の前で喋ってますので講師にコンタクトが取りやすいというメリットが、まあ、ありますよね。で、えー、再チャレンジの方は一度自分で受験経験がありますからですからまあ一応それに対してもう失敗を繰り返したくないと思ってますので次はこういうふうに勉強していこうでまあ思ってると思うんですよ。その時に こういういスケジュールで自分は勉強していこうと思っているあるいは勉強しているんだけどもこれでいいかとかね自分は今こういうことやってるんだけどもこれで大丈夫かってことを常に目の前に講師がいますんでしょっちゅうあの、まあ、質問できるっていうか相談できる環境にあるじゃないですか。なので、まあ、あのレックの各本校に普通に通える方はね、えー、通学クラスに通った方が僕はメリットが大きいと思います。 でどうしてもやっぱ通えない人もいっぱいいますんでそうしたらですね通信で,で通信の場合はあのチューター教えてチューターシステムっていうメールのやり取りで質問とか相談ができるシステムがあるんですね。なのでそれをうまく使っていただいてで何、えー、て言うのかな常に自分の立ち位置というか自分の進んでる方向というかそういったものが大丈夫かどうかっていうことをなるべくその アドバイスできる環境にあるわけですからね。あのアドバイスを受けられる環境にあるわけだから、そういったシステムをうまく使っていただいてで、えー、進めるようにしてください。なので、無理なく通えるのであれば、通学クラスをまあ、検討してほしいと思います。で問題はですね。2番3番なんですよ。えっとこういう人たちがまあ、いるんですね。まず、丸の2番自分なりに努力したんだと。でも努力は結果に結びつかなかった。 とといううことを言う人も結え多い,です、えー、いや一生懸命やりましたね」ね一生懸命やったんだけどもどうしてもなんか模擬試験でも点数伸びないしどうしてもうまくいかなかったんだという人も実際にいますね。から丸の三番で「いや内容はね分かるんだと」と自分はテキストを読んだりとかあるいは講師の話を聞いて「内容は分かるよ」と。だけど実際問題解いてみるとなぜか解けないんだよっていう人もいるんですね。 だから案の定、ね、理屈は分かってるんだけどもいざ問題を解き始めたら全然なんか答えが出せなくてで、えー、ねちゃんと勉強したにもかかわらず全然点数伸びなかったという、まあ、そういった敗因分析をされる方が、まあ、少しいらっしゃるんですね。えー、割合合的にに、は少ないででで、す。すそうですね、全体の、まあえっと、不合格だった方でで僕らにあの 相談に、ね、来てくれた方のそうですね1割はいないなですね5%ぐらいですかね5%ぐらいの方はこういう人がいるんですね。で、えー、再チャレンジを作ったのはこういう人たちのためになりたいと思って受けたあの作ったのがこの再チャレンジなんですよ。で、えー、じゃあどう違うのか っていうことなんだけども、まずですね、その頑張って努力してくれた資産にもかかわらず成果が出なかったっていうのは、それはやっぱりすごくなんかもったいないというか、えー、僕らのが何とか力になりたいって思うんですよね。なので、そういう人たちはどうしてそういうことになったのかってことを僕らは考えるわけですね。そういう人たちはどういうふうにすればその点数が伸びるのかとか。 どうすれば実力が上がっていくのかっていうのを、まあ、いつも考えてるわけですね。で、まあ、ちょっとあのなんていうのかな具体例として分かりやすいかどうかは分からないんだけども、まあ、例えばね一冊の本の中に、えーまあ、日本これ例え話ですよ例え話ね。あの日本という国はね、えー、日本は大国だ。 というふうふににテキストに書いてあったとすするじゃないですか、ね、ところが同じ同じテキストの中に「いや日本は小国だ!」と書いてあったとするじゃないですか。そうするとね「あれ同じ日本がテーマなのにこっちでは日本が大国だと言ってるしこっちでは日本が小国だと言ってる」これおかしいじゃないかとこれ矛盾してるじゃないかってまあ思いますよね。だけども よく,よくよくよく話を聞いてみるっていうかよくよく詳しく読んでみると、えー、こっちはですね GDP の話をしてるんですね日本は経済規模が大きいんだだから日本は経済大国だというふうに言ってるんですね。ところがこっちは、えー、国土面積国土の面積ですね日本は島国だからね。 アメリカとか中国とかあ,あいったものすごく大きな大陸とは違いますんで島国だから、えー、国土はすごくちっちゃいんだという話をしているだから全然矛盾してないですよねだけれども、えー、これを説明しないとやっぱわからないことがあるんですよ宅建試験ってなんかわかりにくいところあるんですよねあれって気づくときになんか矛盾してるじゃないかというふうに思ってしまってで。 これじゃ分からなないとなっってて止まってしましでことごとく何か引っかかってしまって歯車が噛み合わないだから努力しているのにそれが結果に結びつかないという、まあ、ほんの一例なんだけども、まあ、そういったことがあります。でじゃあ受かっちゃう人スッと予備校の敷いたレールに乗っかってスーッと受かっちゃう人はこの違いが分かっているのか。 だから受かったのかというと、そうでもないんですよ。まあ、あまりわけ分かってないです。だけども、日本は大国だ、うん、そうだよねと。うん、そうだろうとはね。で、日本は小国だ、うん、そうだなとは。はあまり疑問に思ってないですね。だからまあ、そうなんだろうなと、えー。まあ、日本ってのは大国なんだな。うん、そっかと思って。で、そのまんま、すーっと。あの。頭の中に入っちゃって。で。これとこれ違うじゃんとか、そういうところまで。気にならない。ん、ですかね。 と思いますなのでこういうことにこだわってる人が、えー、実力はないということでは全然なくてむしろ実力ががあるるからこの違いが気になるんですよねでそういう人にそういう人にね「あのいいからあまり細かいこといいからもうこのまま覚えちゃってください」って言うんじゃなくていやこの大国っていうのは えー、これは日本の国土の話をしているんじゃなくて経済規模、GDP の話をしてますだからこれは、えー、日本は経済大国なんだからだから大国って書いてあるんですよとねえ。こっちは国土の面積のことを言ってるんですよって説明すればあなるほどって分かってくれると思うんですよねでそういうことをなるべくしようと思ってるのが再チャレンジの講座なんですよまあ別にプレミアムだって そういいった説明すすると思いますけども、まあ、僕らが教える側の意識としてそういうところをなるべくしっかりと説明しようと考えていると思ってください。えーまあ、ちょっとめくっていただいて、まあ、今の話なんですけどねちょっとこの辺に隙間がありますから書いてみたいんだけども、えーまあ、勉強する時にインプットとアウトプットという、まあ、言葉は聞いたことがありますかね インプットとアウトプットですね。知識を入力する、知識を出力するですね。だからインプットが知識を頭の中に入れる行為で、アウトプットは演習あの演習講座演習すること、問題を解くことだと思ってください。で、インプットで覚えたあの勉強した知識があったら、これをアウトプットで問題演習として問題を解いてみるですね。で、えー、問題を解いてみたらこのテーマは テキストのここに書いてあるというふうにアウトプットからインプットにリンクさせるっていうかねテキストを勉強したら問題を解いてみる問題を解いてみたらテキストにフィードバックをするこの行ったり来たりを意識しているのがまず1点ですね再チャレンジの講座のコンセプトになってきます。ななのでまあ分かりにくい表なんだけども、 このねえー、とスーパーパ講座は共通ですでこの平行期間のここが違うんですけどもアウトプットからインプットインプットからアウトプットをこれを交互にやりたいっていうふうに考えているのが再チャレンジの講座です。でレックの中心となるこのプレミアムの合格フルコースの方はんまあ分かりやすく簡略化してますんでどちらかというとアウトプットをしてインプット のこのスーパー合格講座が終わった後ね終わった後は問題演習からテキストにフィードバックという形で、えー、にあの力を入れている感じの講座になります。なのでそこは少し違う感じですねそれから、まあ、もう一点、えー、さっき僕はねあの似通った概念の違いをなるべくなるべく説明したいという話をしましたけど、まあ、それがこれですね。えー、例えば ここれとこれとの概念が似てるんですねそこで「これとこれはここが違うんですよ」とかね「これとこれもここが違うんですよ」っていうねこれ横断的という、まあ、表現が正しいと思うんですけどもえ知識を横断的に理解できるように説明をしようと考えているのが サ再チャレンジの特にハイレベルの講座ですねまあ、こちらのハイレベルの合格講座まこちらがそうですねなるべくそういったことを意識していると思ってくださいなのでえそういうふうに聞くとねなんかこっちの方がいいんじゃないかとかねサイチャレンジの方がなんかそういう説明してくれていいんじゃないかとかまあ、ひょっとしたら思うかもしれませんけどあのそんな皆さんが聞いてて違いがわかるほどではありませんあの教えている講師の意識として まあそういうことを意識しているだけであってあまり変わらないと思います。あとは、えー、再チャレンジの方はですねテキストがオリジナルでまあ全く別のテキストを使ってきます。なので再チャレンジの方用にこういった講座をこういったテキストを使ったらいいんじゃないかという,ふうに考えてで作ったテキストをまあ使ってると思ってください。はいでまああの手前の一ページ目のところなんですけどね。 まあ、通信クラスを検討しているか通学クラスを検討しているかによって、まあ、フローを分けてるんですけどもえ通学クラスを検討されてるんであればですねこのスーパー合格講座を過去に受,験受講したことがあるかどうかをまず分岐点にしていますでスーパー合格講座を受講したことがないんであればもうプレミアム合格フルコースを是非受けてくださいもうこれ一択でいいです 他に悩む必要はありませんスーパー合格講座を受けていないのであればとにかく基礎的な知識が多分頭に入ってないですだからまずプレミアムをお願いします。で受けたことがある人で2番3番に該当するこの2番3番ですねこういうふうに該当するのであれば、えー、渋谷とか梅田とか名古屋しか再チャレンジの生講義がないんですよ。 でここに来れるんだったら再チャレンジ、まあ、プラス S っていうのはあのスーパー合格講座がついてるやつねがい、えー、いと思いますでもし通えないんであれば、まあ、プレミアムの通学がいいと思います,です、ねえー、通信の場合はやっぱりスーパー合格講座を受講したことがあるかどうかで分けてますでもしないんであればプレミアムがいいと思います でもし2番3番に該当してスーパー合格講座を受けたにもかかわらず2番3番に該当するという方は再チャレンジプラスエースをおすすめします。でただしどちらもただしですね2018年の本試験で1点差2点差ですね、えー、1点足りなかったかまあせいぜい2点ですね足りなかったという人は おそらくスーパー合格講座で勉強する小的な知識のまあ半分以上なだいたい分かっていると思いますだからそういう人はねそういう人はまあスーパー合格講座を必ず受けなきゃいけないとまでは思わないんですよなのでスーパー合格講座がついていない再チャレンジオンリーでもまあいいでしょうというようなフローチャートになっています、えー、ただですね、えー まあ、こ,のこれはこれですねスーパー合格講座がつかない再チャレンジのフルコースだけでもまあ構わないと思いますただ、えーまあ、ちょっと話をしましたけどもこのスーパー合格講座っていうのは本当に一番中心となるインプット講座なので、えー、よほどよほどのことがなければなるべくスーパー合格講座をもう一回やり直してほしいというのが僕らの本音であります。ね、なののでその辺はちょっと どうしても時間的な兼ね合いもあるかもしれませんけども、ぜひですね。講座のラインナップの中から選んでほしいと思います。はい。で、まあ、さっきの話で、まあ、二ページ三ページの見開きで。まあ、講座の内容ですね。この辺のところは、そういう、こういう講座があるんだぐらいで構いません。まあ、スーパー合格講座から始まって。で、この辺のね、マスター演習とか、出た順とか、こういったものが、この。平行期間の勉強ですよね。 で直前講座がここにある。まあ8月とかね、えぐらいから始まる直前講座になります。で、普通に模擬試験を受けてもらいます。で再チャレンジの方も基本的にラインナップはあんまり変わりません。えー、やっぱり再チャレンジあスーパー豪華カ講座があって、でこの辺のこの辺の閉国間の講座があって、で直前講座があって、直前講座が,講座がまこうやってありますですね。で 講座の回数なんですけども、まあ、再チャレンジの方は73回ででプレミアムのは78回で再チャレンジの方が数が少し少ないように感じるかもしれませんけども、まあ、そんなことはなくて再チャレンジの方は一コマが30分長いんですねなので時間は変わらないです。で時間も変わらないしあの金額も変わりませんあんまり。 ほとんど変わりません受講料変わりません。なので条件は同じなので、まあ、通いやすさとかいろんなことを検討していただいて、でまあ、この冒頭のフローチャートなんかもちょっと気にしていただいてで是非考えていただきたいと思います。はい、えーと最後の4ページなんですけども、学習スケジュールを立てるようにしてください。で。まあ、一般論としてまあ、300時間ぐらいの勉強時間を確保してほしいんだ。なんて話をね。 よく僕らはするんですけども、まあ、人によっても,もちろん違いますで、まあ、こういったねちょっと、うん、300時間になるようにだから時系列のグラフを作ってみたんだけど1日1時間勉強時間をとる人がですね、えー、何日前から始めると300時間確保できるかっていうことを言ってるわけですね。 そうしますとまあ1か月2か月3か月4か月5か月ねえ五5か月で5315、ね、で5 3 15 150日ですよね。5か月150日でですねでえっ、ー、とあ違うか失礼しました、えー、と10月だからえっ、ー、10か月かね試験が10月だからこれ,これ2か月か246810か10か10ヶ月だからえっ、ー、と。 300日,かね、で300日で1時間だからだから300日ないと1時間の勉強時間では300時間にならないってわけですよね。でこれを例えばね、まあ、書いちゃったので150日で300時間をカバーしようと思ったらまあこうなりますよね。そうするとこれ2時間。 150日だったら2時間1日勉強時間確保しないと300時間ならないですよね。で人によって300時間かかる人もいれば500時間かかる人もいれば200時間で受かる人も、まあ、いるかもしれませんけども一人の同じ人が始める時期によって、えー、かかる勉強に必要な時間は変わらないはずなんですよね。だから300時間必要な方は、まあ、1月から始める場合と、まあ、途中のね 5月ぐらいから始める場合とでは1日の勉強時間は2倍に増やさなければ必要な勉強量を確保できないということになります。ということは早く始める方が楽ですよね試験が近づいてきてゴールデンウィークとか過ぎてでいやそろそろやんなきゃとか思ってそれから始めると結構勉強時間を確保しないと必要な勉強量に達しないということになりかねませんからなので、まあ、なるべく早く始めてほしいって話をしています。 はい、それから、まあ、これ予備校で勉強する方に向けて話してるんですけどね、えーまあ、講義がない日であっても予備校の自習室を使える人はですね毎日毎日決まった時間に自習室に通ってですねで勉強時間を一日の生活の中に自然に組み込んでしまうというのがおすすめです。で 通信受講の方もあたかも通学しているかのようにですねまあ何曜日と何曜日の何時から何時までは DVD とかウェブとかそういったものを見てであらかじめこの日は勉強に充てる日なんだとねこの日は勉強する時間なんだというふうにもうブロックしちゃうようにしていただいてでもう強制的に自分を勉強に駆り立てるようにしていただくこれはもう予備校に通っていらっしゃる方じゃなくてもね 独学の方ももちろん同じではあると思うんだけども、まあえー、予備校に通ってあるいは予備校を利用してその受験対策を考えていらっしゃる方は自分でで考えななくていい,っていうのが、まあ、楽なんですよね予備校がスケジュールを組んでくれてますんで、まあ、それに乗っかっちゃってそれに下がってやっていくと。ね、でなおかつ通学クラスだったらもう何て言いますか うんと自分でビデオを見ようとしなくてもねあの教室に行けばもうそこで講師が話してますんでまあやらないとしょうがないから頑張っていくというちょっと自分の強制自分に強制力をかけるっていうのかな、えー、強制的に自分を勉強に振り向けるっていうかな、まあ、そういったところが強制力がね、えー、加わってきますんでまあ勉強はしやすいと思います。はいまあ、そんな形です、ね、ぜひ考えてみてみください えー、それではですねどちらを選ぶまあ、どっちを選ぶか、えー、プレミアムと、えー、再チャレンジのガイダンスですねこれで終了しますそれでは皆さん頑張ってくださいねお疲れ様でした